参議院本会議では LGBT など性的マイノリティへの理解を増進するための法案が先ほど成立しました。よって本案は可決されました。 LGBT 理解増進法案は自民・公明両党や日本維新の会、国民民主党などの賛成多数で可決・成立しました。法案をめぐっては自民党内でも反対する声があり、青山繁晴議員ら数名の議員が採決を前に退席しました。採決の時だけ退席いたしています。一人の議員としての私は反対です。また防衛費増額のための財源確保法案も与党などの賛成多数で可決・成立しました。